はようございます。今日の集合時間は何時でしたか？10時です。今の時間は9時49分です。素晴らしいです。イエーイ。なんかビルの下で待つしかないのかなと思ってファミマで待機してました。多分40分とかには着いてましたね。34分でした。34分に着いてます。気合い入りすぎました。イエーイ。一番乗りです。イエーイ。やった。萌奈が到着した時間は9時49分でした。10分前行動ですね。素晴らしい。OK です。イエーイ。おはようございます。おはようございます。今日の集合時間何時でしたか？今日の集合時間10時ですよね。今の時間は9時52分です。素晴らしいです。間に合ってます。よかった。福岡から。今日はホテルから？いや、今日来ました。今来ました。素晴らしい。福岡からこの時間に。アーリンの到着時間は9時52分でした。素晴らしいです。8分前、はい。めっちゃすっぴんやばい。おはようございます。おはようございます。今日の集合時間何時でしたか？10時です。到着時間は今何時でしょうか？9時53分です。間に合ってます。心の到着時間は9時53分でした。はい、素晴らしいです。させじゃあ次こちら。おはようございます。おはようございます。え、どう回ってるんですか？もう最悪な。集合時間何時でしたか？10時ですよね。で、今の時間は9時58分です。間に合ってます。間に合ってます。間に合わないかと思った。メイクもバッチリで。バッチリです。はい、素晴らしいですね。声はちょっと不調子です。リコの到着時間は9時58分の2分前でした。優秀。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日の集合時間は何時でしょうか？あかりさん。10時です。今のお時間を10時10分。10時10分です。あれ、すいませんでした。ごめんなさい。ごめんなさい。申し訳ありませんでした。じゃあ今日の意気込みとかお願いします。今日の意気込み、雨降んなくてよかったなって。はい、本当によかったです。ね、頑張ります。頑張ります。今日はみんな結構張り切って頑張ります。マリンとミズキの到着時間は10時10分でした。すいませんでした。はい。抜き打ちすぎる。めっちゃ抜き打ち。今日のこのメンバーの撮影はどうですか？楽しみですか？楽しみです。なんかローテーションが楽しみじゃないやん。メンバー楽しみです。もうちょい。さすがやっぱり遅れたって言っても10分だし、みんなすごい時間通り時間通りにしてもらえてる。寛大な心で。ありがとうございます。すいませんでした。できたならいいか。この前みんなご飯行ってたから、仲いいメンバーですもんね。その時も遅刻してました、そういえば。どんだけ遅刻してるんですか。ごめんなさい。今日のバトル系はリコさんも自信満々ということでしたが。そうですね。他の皆さんどうでしょう。いや、もう無です。でもなんか結構ギャルから清楚系からいっぱいいるから、確かにもうなんかそのね、現地にいる人たちの好みじゃないですか。そう、好み、レベルとかそういうのは差ないから、みんな可愛い。みんな可愛いから、女だったらアーリンで、男だったらリコちゃんかみずきちゃんだと思う。あー、女アーリンっぽいね。ね、でも江ノ島、海の、そう、海のよく行ってる。海で江ノ島だから。江ノ島、もう黒い男はここよ。そうそうそう。もう完全ここないよ。そう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 。江ノ島の男って結構年齢低めですよね。低そう。サーファーとかいそう。そうマジ。おじ受けはこちらだと思うけど。確かに。おじいる？江ノ島。江ノ島おじいないやろ。年齢層上だったらこの二人が人気そうで、うん、女の子だったらアーニーとかも萌奈ちゃんあたりで、うん、若い男は心さん、マリンさんって感じ。確かに、確かに、確かに。ちなみに4人は海系の人はどうですか？あー、周りにあんまいないかも。海系の男とは、
え、なんかサーファーみたいな、サーファーみたいな。プルサーファー。オジのサーファー。なんか応援した。オジのサーファー。いや、オジのサーファー、キムタクならもういいのよ。いい、爽やかだね。それならいいよ。それならいいよ。オジはいいオジ。年上、年下だったらみんなどんな感じの子なんですか？年上ですね。うん、年上。年下。年下だよね。確かにね。お姉さん。お姉さん系、一番お姉さん系とかね、綺麗系、ね、髪の毛も暗くして、すいません、狙いに行っちゃった本当に、ね、のために狙いに行っちゃった、すいません、狙いのために攻めてきたの暗めのカラーに行って、はずいのよ年上だって行かせてよじゃあ、まあ男女総合的に今1位は誰かそれぞれ予想だけ言って、私、リコちゃん。お、心もリコちゃんね、マジ？リコちゃん、いやいやしかなかったいやでも自分も自分もリコちゃんリコちゃんそうなんよじゃあみんな予想はリコなんですね、はい、これで外れた時やろざまあ見ろいじめいじめですかはい、撮影頑張ります、頑張ります。よし、自信はなくて、女性人気はありそうな気がします。確かに女性で撮りたい、うん、この二人は女性からっていうのでも、上でさっき同じ聞いた時に、あ、やっぱそうですか、女性から多い、そう、やっぱりやっぱ男性受けといえばちょっと清楚なみずきちゃんとか、りこちゃんとか、そう、あと心さんも髪暗くなってたんで、マリンちゃんはどっちも良さそう、確かに女も男も、マリンさんどっちもね、多い。じゃあ1位予想はそれぞれ2人とも誰ですか？1位予想、あ、男性女性でですか？いや、総合的に、総合的に、ちなみに上は本人含め全員リコさん。あーもうでも、私もリコちゃんかな、リコちゃんっていうこと。じゃあ今回の予想は参加者全員リコさん、やばリコちゃん。いやだってもう完全に喋らなきゃもう男受けじゃないですか。確かにこれやばい、カットしてもらわないと言ってたよリコちゃんが喋るとサバサバ感がもう全面に出てますからね。でも逆にその圧が好きな男性は余計にも、そう、ド M な男性、やっぱリコちゃん押せますね、これは。じゃあ予想はリコさんです。はい、うん、満堂一致、やばい、すごいですね、はい、引き込みあるんで、萌菜たちも頑張ります、頑張ります、負けたくない若いんで